どうも皆さんこんにちは。衆議院議員日本共産党の塩川哲也でございます。オスプレイの配備撤回、訓練中止、その皆さんと共に全力で頑張る決意でございます。この間横田基地に新たに CV-22 オスプレイが配備をされる、先行配備のようにすでに訓練も行われている、多くの目撃がされているところであります。横田基地北にたどれば入間や飯能、日高など、まさに北関東首都圏全域での C-130 の訓練飛行のエリアと重なるように、オスプレイの訓練飛行が繰り返されております。それだけではなく、ここの所沢の米軍通信基地や、また新座清瀬にまたがる大和田通信所においても、オスプレイが着陸訓練を行う、旋回の訓練を行う、こういったことがいくつも目撃されるようになりました。皆さん、私たちが普通に暮らしているその生活の場の上空を米軍機オスプレイの訓練場にするようなことはどうして認めることができるでしょうか。何度も墜落事故を繰り返すような危険なオスプレイはいらない。沖縄にも首都圏にも日本に配備そのものを許さない、この声を大きく上げていこうではございませんか。皆さん、オスプレイが横田基地に配備をされるということは、これまで極東東アジア地域における米軍の輸送拠点となっていた横田基地の性格が大きく変わることを示しています。 CV-22 オスプレイというのは特殊作戦部隊を輸送するための特殊作戦機、野員に紛れて戦場特殊作戦部隊を投入をする、そのために危険な訓練を積み重ねる部隊となります。この首都圏の横田が直接戦場とつながることになる、こんな特殊作戦部隊を運用するオスプレイの配備そのものが、横田基地が海外への戦争への直接の攻撃拠点ともなりかねない、そういう新たな基地の変化、新たな基地の強化につながっているのではないでしょうか。皆さん、アメリカと日本の新日米ガイドラインにおいても、新たに特殊作戦部隊の共同訓練を行うということが盛り込まれています。アメリカの特殊作戦部隊と日本の特殊作戦部隊が共同訓練を行うということは、まさに海外の戦場で米軍と一体に自衛隊が活動することになる、海外の戦場で殺し殺される自衛隊を作ることにつながる、こんな自衛隊の海外で戦争する国づくりもきっぱりと転換をさせていく、この取り組みと合わせて取り組んでいこうではございませんか。もともと所沢や大和田の通信基地というのは、米海軍と米空軍の通信機能を持つと言われていましたが、新たにオスプレイの訓練が始まったことで、こういう皆さんの生活の間近にある基地そのものが米軍機の訓練場となってしまう、新たな基地の機能が加わってしまうというのが、このことを示すものであります。これまでも横田基地に所属をする UH-1 ヘリコプターが所沢や大和田の基地で訓練を行っておりましたが、これに加えてオスプレイの訓練飛行が行われることになる、そうなれば皆さんの頭の上で墜落事故を繰り返すオスプレイが低空で飛行を行うことになる、離着陸訓練を行うことになる、それだけではありません。この CV-22 オスプレイが配備をされようとしたときに、当時の中谷防衛大臣は、この CV-22 オスプレイは日本の本土で訓練を行うことになる、そして低空飛行訓練も行う、
夜間飛行訓練も行うということをはっきりと認めております。それは皆さん、オスプレイそのものが危険な飛行を行うことになる、まさに戦場での特殊作戦部隊の輸送訓練を行うという危険な訓練の実態をはっきりと物語るものではないでしょうか。こんな訓練はきっぱりとやめさせるという声、大きく上げていこうではございませんか。皆さん、世界を見渡せば、軍事ではなく対話によって紛争を解決をする、この取り組みが大きく広がっております。朝鮮半島をめぐっても、米朝の首脳会談を通じて、昨年大きな緊張関係にあったこの朝鮮半島において、大きく対話を通じた紛争の解決のための取り組みが始まろうとしているではありませんか。そんな時に、軍事対軍事の悪循環につながるような新たな基地機能の強化、こういう動きをきっぱりとやめさせていく、その声、大きく広げていこうではございませんか。皆さん、こんな米軍機の訓練飛行をとっても、アメリカ本土において米軍機の訓練ルートを設定するというのは、国民の声を無視しては行うことができません。アメリカの連邦航空局の許可なくして米軍の訓練ルートは設定することができない。地域の自然環境、生活環境に配慮した環境アセスに適合しなければ訓練ルートを作ることができない。そして米軍機の訓練ルートもしっかりと公表されて、航空図の中にその訓練ルートもはっきりと書き込まれることになっている。これは当たり前のことであります。そんな当たり前のことがこの日本で行われていないのが極めて重大ではありませんか。米軍の訓練ルート、訓練エリア、米軍の都合で勝手に設定をされているにもかかわらず、日本政府はこれに一言も注文をつけることができない、すべて追認をするだけではありませんか。こんなアメリカ言いなり、米軍の都合優先のこういう政治の在り方こそ見直していくときではないでしょうか。同じように米軍が配備をされているヨーロッパのドイツやイタリアを見ても、日本との違いは明らかであります。ドイツでは米軍機の訓練飛行を行うような場合にも、ドイツの国防大臣の了承が必要となっています。イタリアにおいては、かつてロープウェイのケーブルを切断するという米軍機の事故が起こって、数十人の方が亡くなる、これを機にイタリア政府のイタリアの国のルールを守ること、このことが求められるようになったではありませんか。アメリカやヨーロッパの国々で行われている最低限のルールさえ日本で行えようとしない、こういうことこそ今はっきりと改めていこう、その声を上げていこうではございませんか。皆さんと共にオスプレイの訓練中止、配備撤回、この取り組み大きく前に進めるために、私たち日本共産党とご一緒に全力で頑張ることを申し上げまして、国会情勢報告全体のご挨拶といたします。ご一緒に頑張りましょう。